一式総発高等練習機。一式総発高等練習機は、第二次世界大戦時の第日本帝国陸軍の練習機。基盤号、試作名称は木54、略称、故称は、一式総発高連、一式総高連、総発高連など。連合軍のコードネームはヒッコリー、クルミのイ。開発、製造は、立川飛行機。1939年。 昭和14年、帝国陸軍は、立川飛行機に対して95式2型練習機の、航続機として、多目的に使用できる高等練習機の施策を支持した。条件として、全金属、双発、引っ込め足式を基本とし、制服操縦者のほかに操縦訓練生、後広報訓練生、通信訓練生、爆撃訓練生、旋回機関重視訓練生などの生徒とその共感、 除教、経路から7名が乗り組むことを求められた。立川では、中島97式輸送機や、ロッキードスーパーエレクトラのライセンス生産機である、ロシキ輸送機を生産した経験を活かして開発し、試作機は1940年、昭和15年6月に初飛行した。審査結果は、良好だったため若干の機体の回収の後、1941年、昭和16年、 後期2601年7月に一式双発高等練習機として正式採用された。立川としては初めての自社開発の全金属製双発機だったが、エンジンの信頼性が高く機体の耐久性に優れ、また操縦席からの視界が良く、機内も様々な訓練に対応できる広いスペースが確保されるなど使い勝手に優れた傑作機であった。そのため、 操縦、後方練習機型のコー型、機54号、通信、爆撃、射撃練習機型のオツ型、機54オツといった多目的練習機としてだけではなく、輸送機型の兵型、機54兵、紹介機型の日のトン型、機54丁も生産され、連絡機としても使用された。主に航空関係の各種軍学校、教育飛行隊、司令部飛行班や、 航空新サブ飛行実験部にも配備され、兵型は空挺部隊である、停震連隊、停震団、第一停震集団の落下山降下練習機として、また民間機、名称 Y39 型輸送機としても使用された。また、少数機が満州国軍にも、用人輸送機として供与された。生産は1945年、昭和20年6月まで行われ、 総生産機数は1342機であった。戦後も各地に残っていた機体が、国境内戦や第一次インドシナ戦争で、日本人志願兵の操縦のもと運用されている。原存機は、下記のとワダコに沈んだ機体が発見されるまでは、中国の北京航空航典大学北京航空館に、ある同機の機体動体部分のみが原存する唯一の、一式創発高等練習機とされていた。 機54の開発中に空力性能調査のために製作された実物大実験用滑空機、グライダー。民間機として扱われており、名称は航空局から与えられたもの。製作は日本航空機工業によって行われ、1939年に開発を開始し、1943年昭和18年6月21日に初飛行。 一式装甲連の開発に貢献した。機体は全木製で、乗員は4名。栄光機は90式機場作業練習機が務めた。太平洋戦争、大東亜戦争の激化により、戦略物資の枯渇を見越した陸軍は、1943年に一式総発高連の輸送機型の全木製型として機百獣の試作を指示した。 作業は同年10月より開始され、1944年、昭和19年から設計が進められたが、完成直前の1945年7月に、空襲により制作中の機体だけでなく、図面、資料とも消失してしまった。再度、試作が開始されたが終戦により未完成のままに終わった。2010年、平成22年8月、青森県、 秋田県の戸和田湖固定の地形調査を行っている株式会社ウィンディネットワーク http コロンスラッシュスラッシュ www.3d-survey.jp スラッシュ intex.html によって本機とみられる航空機が沈んでいるのを確認したとの報道があった1943年9月27日に道湖に墜落した 北部第74部隊、北方軍指揮下の内地部隊の通称豪族の機体と見られている。墜落当時、乗員4名、少年飛行兵3名と、教官役の整備兵1名のうち少年兵1名が、たまたま湖に漁に出ていた近くの旅艦種、翌年に招集され、シュベリア抑留生活で亡くな、に、救出され、ホテルへ送り届けられた。墜落地点は最も水深の深い、 中湖で、漁をしていた場所から20分程度要するため、到着した時にはすでに機体は、沈み全員の救出は困難だった。現代になって、当時13歳で、墜落の一部始終を目撃した旅監視の息子が、宿泊中の地形調査会社の者のに墜落地点などを、詳しく話したところ探索が開始され、機体を発見した。機体の引き上げに関して、話し合いを進めていたが、 国の同意を得られたことから有志による引き上げを2011年3月より行い、その時は失敗したものの2012年8月24日より再度引き上げに挑戦し、9月5日に引き上げられた。機体は水深300メートル強の固定に着底しており、年間を通し水温4セッシュ5度かつ、淡水のため機体の腐食は少なく、また垂直尾翼の飛行部隊マークや、 胴体の国籍標識、ラウンデルの日照など、当時の塗装も残っている。機体は、青森県立三沢航空科学館に展示され、2012年11月1日から、一般公開されている。その後、東京ガス電気工業の、本本機搭載エンジン、天風は、左翼エンジンが、日野自動車により補修され、2013年8月より、 八王子市にある同社資料館、ヒノオートプラザで展示が始まった。上記の機体とは別に、オーストラリアのオーストラリア戦争記念館肖像が機体胴体部を所蔵している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。